こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では2021年上半期に買ったものの中で僕がですね特に気に入っている5つのアイテムをですね皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ今年もですね本当にいろんなものを買ったんですね。まあその中でも結構ですねユニクロに特化した動画は以前にですねお届けしたかなと思うんですが、今回はですねユニクロ以外もうちょっと価格帯を上げてセレクトショップのオリジナルの中でこれは良かったなというものをですね皆さんと一緒に共有をしてみたいなというふうに思っています。まあ僕はですね普段の動画の中ではユニクロですとかグローバルワークですとか GU ですとかこのような比較的買いやすい価格帯のアイテムをお勧めすることが多いんですが、一方でもう一つですねチャンネルを運営してまして、そちらのですねメンバーシップチャンネルの方ではもう少し初級者向けの内容というよりはもう一歩上のですねセレクトショップのオリジナルのアイテムを使いながら中級者向けのコンテンツを作ってるんですが、そちらの中でですねいろんなものを実は購入してるわけですね。その中でもですね結構普段の動画で衣装として着てるものも多かったりするので、皆さんにもですね馴染みのあるものは少なくないかなと思うんですが、良かったものを皆さんにご紹介してみたいなというふうに思ってます。まあこちらのチャンネルを見ていただいている方はですね30代中盤から40代の方、中には50代の方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ今後ですねお買い物をする上でユニクロの次にはどういったアイテムがあるのかなというところを知ってもらうにも良い参考になるのかなと思うので、ぜひ最後までお付き合いいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでまずは一つ目のアイテムから解説をしたいなと思ってるんですが、基本的にはですね着た方がわかりやすいかなと思ってるので、なるべくですね僕の着ているものの中に交えてみたんですが、まず一つ目はこちらの T シャツですね。ちょっと近くでお見せしたいなと思うんですが、こちらはですねエディションというトゥモローランド系列のセレクトショップがあるんですが、そこのオリジナルのプリント T シャツになります。これはですね買ったのが今から2ヶ月半ぐらい前なんですけども、まあ、めちゃくちゃ気に入っていまして、まあ、プライベートでも着ますし、あとはですね動画の撮影でもよく着ているので見たことあるなという方も少なくないかなというふうに思っています。結構ですね僕はエディションというセレクトショップが大好きで、本当に20代のですね中頃からよく使っているんですが、まあ、エディションのセレクトしてあるアイテムも好きなんですが、オリジナルで展開しているものも、まあ、ベーシックで使いやすいんですけども、どこかモードっぽい感じがしたりだとか先進的な香りのするアイテムが多くてすごく好きなんですね。そのエディションが今というですねフォトグラファーが多数ですね在籍しているようなレーベルがあるんですが、そことコラボレーションをして作ったのがこの T シャツになるんですね。まあ、サイズ感はですねちょっとジャケット着てるので分かりづらいですが、ゆったりめになってます。まあ、こちらで S サイズだったかなと思うんですが、まあ、たっぷりめのシルエットになってまして、今っぽいようなシルエットになっているのが特徴で、基本的には白ベースなので結構春夏には清涼感があって使いやすいかなと思ってまして、そこにですね結構大胆なプリントが入ってるんですね。この色合いがなかなか雰囲気がいいなと思ってるんですが、ブルーですとかグリーンですとかあとはパープルですとか、そういったものがこう直線的に入っていて、まあ、そこまで派手さはないんですが程よい差し色としてこれは使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、僕はですね結構 T シャツというとユニクロ U のエアリズムをご紹介することが少なくないかなと思うんですが、無地 T シャツの良さというのはですね、なんといってもあまり考えずに簡単に着こなせるというところにあるのかなと思っています。もう単体の T シャツのみで着こなしが完成してしまうので、その点はいいかなと思うんですが、まあ、デメリットとしてちょっとこう退屈に感じてくることがあるんですね。そんな時にはですねこういったプリント T シャツを着こなしに交えるとちょっと新鮮な気分になるかなというふうに思っています。まあ、僕自身はですねこういったプリント T シャツを単体で着るというよりは、意外とですね今回のようにジャケットのインに入れたりだとか、あとはカーディガンですね、これを T シャツの上に着ながらちょっとですねプリントの見える分量を抑えたりしながらアクセント要素として取り入れるようにしています。まあ、プリント T シャツというのは結構カジュアルなアイテムなので、僕ら大人世代が着るにはちょっとですね一工夫してあげて上に羽織ってあげた方がバランスがいいかなと思うので、その点も含めて頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、なかなかですねこのようなプリント T シャツで大人の男性が着て素敵なものって見つかりづらいんですよね。その点では結構エディションの T シャツはすごく良かったかなと思うんですが、最近ではですね実は秘密裏にですねあるプロジェクトを進めていまして、先ほどもちょっとお伝えしましたがメンバーシップチャンネルの方でちょっとですねオリジナルのアイテムというのを少しずつ作り始めているんですね。
まあ、いわゆるですね、僕自身のオリジナルブランドの計画なんですけども、その中でプリント T シャツを作ろうという形で企画が進んでいまして、もう具体的にですね、これとこれとこれ、3パターンのプリントがあるけど、皆さんどう思いますかという形でアンケートを取りながら、商品化に向けてですね、動き出してるんですね。ですので、近いうちに皆さんにもですね、お隣に合うプリント T シャツというところがご紹介できるかなと思うので、そちらも合わせて楽しみにしていただければなというふうに思っています。はい、ということで一つ目はエディションのプリント T シャツでした。はい、続いて2点目にご紹介したいのは、これまた今僕が着ているセットアップなんですね。まあ、ブラックのセットアップになってまして、上はですね、ダブル、そして下はですね、少しゆとりのあるシルエットのスラックスになっているんですね。こちらはユナイテッド東京で購入したセットアップなんですけども、ユナイテッド東京と40代向けのですね、ファッション雑誌であるウォモというものがあるんですが、そちらのコラボレーションのセットアップになってまして、結構早い段階で完売したような人気のモデルになっています。まあ、たまたまですね、表参道を歩いてた時に、ユナイテッド東京がですね、新店をオープンされていまして、フラッと寄ってみたら、こちらのセットアップに出会ったわけですね。で、前々からですね、僕はウォモとユナイテッド東京のですね、このセットアップのことは頭の片隅にはあったんですが、実際に試着してみたら、やっぱりすごく良かったので、購入をしたわけなんですね。まあ、セットアップというのはですね、僕ら大人世代にとっては、一つの新しい制服かなというふうに思ってまして、まあ、全男性がですね、一つか二つは持っておいて間違いがないかなと思ってるんですね。まあ、僕自身もあまりですね、最近はスーツを着る機会が多くなくて、まあ、着るとしてもですね、このようなセットアップが多くなったんですね。というのも、シャツを着てネクタイを締めるようなスタイルはほとんどやらないので、内側に着るのはこういった T シャツだとか、あとはニットポロだとか、もしくは春だとか秋だとか冬に関してはニットを着ることが多いんですね。そうなるとですね、やっぱりスーツよりはこのようなセットアップの方が使い勝手がいいので、まあ、今回改めてこのセットアップを買ったわけなんですが、こちらはですね、サイズ感としては緩いんですよね。まあ、セットアップといっても僕は2種類必要かなと思ってまして、一つは正統派の体にしっかりと合ったセットアップ。これは鉄板で必要かなと思うんですが、まあ、もう1種類もし持つとしたら、ちょっとカジュアルさがあるようなものがあると便利かなと思ってまして、こちらはまさしく後者で、すごくサイズ感が緩くて、割とですね、カーディガン感覚でさらりと羽織れるんですね。まあ、肩パッドもないですし、まあ、身幅もゆったりしていまして、すごく軽量なんですね。これであれば春夏でもさらりと着れるので、割と使い勝手がいいのかなというふうに思ってます。で、僕はですね、セットアップといえば、結構ですね、ネイビーばっかりを着ることが少なくないんですね。というのも、ビジネスシーンを想定すると、ブラックだとですね、どうしてもモード感が強くなってしまったりだとか、あとはどうしてもですね、冠婚葬祭のイメージがあったりするので、ブラックがちょっと失礼に当たることも少なくないんですね。ですので、できればネイビーのセットアップがあった方が、それまたですね、いろんな機会に使いやすいんですが、一方でこのようなブラックを持つことで、ちょっと普段とは違ったスタイルにもなりやすいですし、ブラックの特徴である、ちょっとモード感あふれる着こなしができるので、僕の中では新鮮な感じがしたんですね。もう本当に初めてですね、こういったブラックのセットアップを買ってみたわけなんですが、意外と使い勝手がいいなと思っていまして、中に合わせる T シャツだとか、ポロシャツを変えながら、いろんなスタイルが楽しめるので、これもなかなか良かったかなというふうに思っています。で、セットアップのいいところは、単体使いもできるので、このジャケットに対してデニムを合わせてみたりだとか、あとはボトムスだけのこのスラックスを使って上の着こなしを変えてみたりだとか、単品使いもできたりするので、これはなかなかコストパフォーマンスが良かったかなと思うので、個人的にもすごく気に入っています。まだセットアップをお持ちでない方はですね、まあ、正統派のサイズ感のものから買ってみるのがいいかなと思うんですが、一着ある方はですね、ちょっと大胆にこういったダブルにしてみるというのも面白いかなと思いますし、ブラックを選んでみたりだとか、少しゆったりめのサイズ感を選んでみるだとか、そういった形で変化球をつけてみるとすごく面白いかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これはですね、スニーカーになりますね。はい。こちらもうちょっと近くでお見せしたいなと思うんですが、ナイキのブレーザーローという形のスニーカーになります。以前ですね、動画の中で解説をしたこともあるかなと思うんですが、これがですね、今季買ったスニーカーの中では、実は一番履いたかなというふうに思ってます。まあ、ナイキのスニーカーというと、僕の中では、ちょっとですね、現代的なものが多いかなと思ってまして、エアマックス97なんかをよく履いているんですが、ああいったものはエアがしっかりと入っていて、まあ、デザイン的にもシンプルな感じというよりは、少しですね、凝った作りになっているかなと思うんですね。まあ
そういったスニーカーがナイキの特徴でもあるんですが、その一方でこのようなレトロ感のあるスニーカーというのもやっぱりですね、ナイキの一つの強みかなと思っています。このような白系のレザースニーカーというのは特に春夏はですね、パッと明るい雰囲気なので一足買うとめちゃくちゃ重宝するんですが、いろんな選択肢が実はあるんですね。まあ代表的なところで言うとアディダスのスタンスミス、これはもう鉄板かなと思ってまして、他にはですねセレクトショップのオリジナルの白のレザースニーカーみたいなものがありますね。例えばナノユニバースのオリジナルのスニーカーなんかもすごくかっこいいかなと思ってまして、あともう一つはグリーンレーベルのジャーマントレーナーですね。これもですね先日買ってすごく良かったんですが、その中でもですね僕が一番履いたのはこのナイキのブレーザーローなんですね。このですねナイキのロゴがあってスポーティーなところと、なんかクラシックな雰囲気が個人的には気に入っていまして、買ったばっかの時にはですねまだ履き込んでなくて、ちょっとこう真新しい感じがしっくりこなかったんですが、履き込んでくるとこのですねレトロ感というのと雰囲気がバチッと合ってきて、個人的にはですねこれはいい買い物だったなというふうに思ってます。まあいろいろといい点はあるんですが、他にはですね価格ですね、確か1万円しなかったんですね。ギリギリ9000円台というところで気軽に買いやすいというところ、これもですね白系のスニーカーにおいてはすごく重要だと思っていまして、やっぱり汚れが気になってくるものなので、そんなにですね3年4年って履けないものだと思ってまして、そうなると気軽に買える価格帯というところも結構大事かなと思ってるんですが、1万円しないで買えるというところもすごくいいかなと思ってます。まあ本当にね様々な着こなしに対応ができまして、今のようなセットアップに対してこういった白レザースニーカーで外しを効かせるのもいいかなと思いますし、デニムにも合いますしワイドパンツにも合うので、結構ですね使い勝手の一足でこれはおすすめかなというふうに思ってます。ただ最近はですねだいぶ在庫は少なくなってるかなと思うんですが、まあよかったら僕の概要欄にですねリンクを貼っておきますので、そちらの方もチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、まあ着替えてみたわけなんですけども、こちらのですね半袖のシャツ、色はですねオリーブなんですが、これがすごく買ってよかったかなというふうに思っています。まあどこのアイテムなのかというと、ユナイテッドアローズのオリジナルのものになるんですが、これがですね結構動画の中でも着てますが、普段ですねちょっとおしゃれをしたい休日なんかにも着てるんですが、なかなかバランスが良かったので個人的にはめちゃくちゃ気に入っています。まあ半袖シャツに関しても結構普段の動画でもグローバルワークのものだとか、あとはユニクロのオープンカラーシャツだとか、そういったものをご紹介してるんですが、あれはあれでめちゃくちゃいいもので個人的にも大好きなんですが、やっぱりですねもうちょっと大人っぽく見えて上品な雰囲気なものもバリエーションの一つとしては僕は加えておくとすごく便利かなと思ってるんですね。その点いわゆるですねセレクトショップのオリジナルというのはすごく買いやすいかなと思ってまして、いろんなお店を回ってみたわけなんですが、結構ですね個人的にこれが一番しっくりきまして、最近はよく着てるんですね。まあ、もうちょっと近くでお見せしたいなと思ってるんですが、まあベーシックなレギュラーカラーのですね半袖シャツになっていまして、僕は第一ボタンを開けて下に白 T シャツをちょっと覗かせながら着るようにしてるんですね。まあ、サイズ感に関しては決してですねタイトな感じではなくて少しゆったりめの感じになってるんですが、僕はですねあえてワンサイズ上げてさらに少しゆとりを足すようにしてるんですね。腕もやや長めですし身幅もゆったり、こんな形でですね今っぽく着てもらうのもすごくいいかなと思うんですが、まあ、特徴としてはですね生地の質感ですね、これがめちゃくちゃいいんですね。まあ、どれくらい動画で伝わるのか疑問なんですけども、こちらはですねトーマス・メイソンというですねイギリスの生地ブランドのものを使ってまして、まあ、とにかくですね表面の滑らかな光沢感が美しいんですね。動くたびにですねすごく自然なドレープも出ますし、色合いもですね発色も綺麗なので、このあたりがですね僕ら大人世代が着てもすごくですね気持ちがいいのかなというふうに思ってます。まあ、正直ですねデザインで言ったらベーシックなオープンカラーシャツだとか半袖シャツで言ったらそこまで各社で思いっきり差が出るかというとそうでもないかなと思うんですね。まあ、細かな違いはたくさんあると思うんですが、それが一般の方が見てどれぐらい違いがわかるかというとなかなか疑問かなと思うんですが、ただこの生地の質感というところは明らかに違いが出やすいかなと思ってまして、やっぱりですね価格帯を上げることで上品で繊細な雰囲気というのが出るので、そのあたりはですね楽しみやすい項目かなというふうに思ってます。まあ、オリーブという色合いもね結構ですね誰もがですね気
軽に着るものではなくて、おしゃれが好きな方が好みやすいかなと思うんですが、割とホワイトですとかブラックですとか、そういった色との相性が良かったりして、人との違いというところが出しやすいので、意外と使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。もう今のタイミングだとなかなか在庫はないかなと思うんですが、こういったセレクトショップのオリジナルのアイテムはですね、メンバーシップのチャンネルでガンガンですね、買ったと同時にレビューしてますので、気になる方はそちらの方もチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、今僕が着てるこちらの半袖ニットですね。これまたですね、結構動画の中で着ることも少なくないので、コメント欄でどこのニットですかという形で聞かれることも少なくないんですが、こちらはユナイテッドアローズのですね、オリジナルですね。先ほどの4点目のシャツと続いてですね、こちらもアローズのオリジナルなんですが、まあ本当にですね、ベーシックで使いやすいデザインのもの、その中にですね、トレンド感を混ぜ込むのが、アローズのオリジナルは本当に上手で、しかもですね、デザインはベーシックなんですが、素材の質感だとか色合いの出し方がすごく上手なので、もう僕ら大人世代には絶妙に使いやすいのがユナイテッドアローズのオリジナルなのかなというふうに思っています。まあ、この半袖ニットなんですが、いくつか気に入ってる項目があるんですけども、まずはですね、色合いがすごくいいなと思ってまして、まあ、カラー展開他にもあったんですが、このダークグレーの質感がすごくいいなと思ったんですね。まあ、グレーの中でもですね、深みがあっておじさんっぽく見えるような色ではなくて、ちょっと都会的な香りのするようなグレー、このあたりはですね、プラス J だとかユニクロ U ですとか、そういったブランドでもですね、結構多くリリースしてるんですが、ユナイテッドアローズでもですね、このような色が結構多くて、個人的にはですね、今旬な色合いなのかなと思ってます。まあ、ネイビーなんかもベーシックで使いやすいんですが、個人的にはですね、結構ネイビーのものはたくさん持ってるので、こういったダークグレーの色っていうのがですね、新鮮でいいなというふうに感じてまして、最近はよく買っているんですが、まずは色合いがいいですね。あとは素材の質感もですね、ちょっと凹凸感があって、この雰囲気なんかもすごく上品でいいかなというふうに思ってます。あとは首元の空きだとか、ここら辺のバランスも良くて、まあ、この下にですね、白 T シャツを着て襟元から少し覗かせてあげるのもバランスがいいのかなというふうに思ってます。まあ、サイズ感はですね、最初から少しゆとりがあるんですが、あえて僕はワンサイズ上を選んで少しですね、ゆとりを持たせるようにしてるんですが、このあたりはですね、好みでサイズを選んでいただければなというふうに思ってます。僕はシンプルに黒系のパンツでいつも統一してしまってるので、上半身は黒やネイビーよりは少し色を変えてあげて、こういったダークグレーだとか、あとはベージュだとか、そういったものを用いながら色の違いというものを楽しむようにしています。まあ、ユニクロですとかグローバルワークに比べると決して安くはないんですが、セレクトショップのオリジナルというのはちょっと背伸びをすればなんとか買える範囲というところが僕はちょうどいいのかなと思ってまして、やっぱりですね、安くていいものもいいんですが、ちょっと上品なものを頑張って買うことで愛着みたいなものも湧きますし、着るときにですね、ちょっとしたワクワク感みたいなものも味わえるので、そういった意味ではセレクトショップのオリジナルというところをちょっと背伸びをして買ってみるのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では僕がですね、2021年上半期に買ってこれは良かったなと思ったですね、アイテムを皆さんにベスト5という形でお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関しても普段のアイテムよりはちょっと値段が上がるんですが、まあ、だからこそですね、僕ら世代が着て気分が上がるようなものが多かったのかなというふうに思ってます。まあ、こちらの動画を見ていただいている方はですね、結構ユニクロだとか GU、グローバルワーク愛用されている方も少なくないかなと思うんですが、その次の一歩として今回ご紹介したアイテムはかなりですね、リアリティがあって使いやすいかなと思ってるんですね。というのもデザイン自体は僕が普段ご紹介しているものとそんなに大きくは変わらないんですね。あくまでベーシックなところをベースにしながら、ほんのりトレンド感が感じるぐらいで、割とですね、ステップアップしやすいのがセレクトショップのオリジナルかなというふうに思ってます。ですので今回の動画を参考しながら皆さんのですね、守備範囲が少しでも広がってくれたら個人的には嬉しいかなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人のダンスに向けてメンズファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。